なまんだぶつ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 なだぶつなまんだぶつなまんだぶつぶつ。父権多聞自上界というは多聞は商業を広く多く聞き信ずるなり自は保つという保つというは習い学ぶ心を失わず散らさぬなり 上階は大象上のもろもろの開業5階8階10前階象上の愚足主階3000の異義、6万の採行盆毛の58階大乗一心、混合崩壊三十上階大乗の愚足階等すべて同族の開墓これらを保つを辞という。 かようのさまざまな解凡を保て,保てる意味じき人々も他力真実の信心を得て後に真実報道には往生をとぐるなり自らのおのおのの改善おのおのの自力の真自力の善にては実報道には生まれずとなりとナバンダウツナンダウツ。 有心証文煙の学びをさせていただいております。えー、今回は、御ええー、法寺さんに、えー、ございます、えーえー、自民三蔵ですね、自民三蔵の、えー、下の第五区府県多門寺上階のところの親鸞証人の尺、えー、ですね、親鸞証人があ表されました尺義について、 学ばさせていただきますで、えー、この5文、えー、字幕に上げるようなことはしていませんしそれから現代語やこれから拝読する現代語もこれ字幕を上げるということはしていませんけれどもこれはまあ言うたら五問そのものはもちろんですけれども。 現代語訳の方もインターネット上で簡単に見られますのでこれ両方ともインターネット上から見てもらったらよいかと思います、えーまあ、それはともかくとしてこの現代語訳の方も拝読をいたして、えー、いこうと思います読んでいきます「府県多聞事上会というのは多聞とは商業を広く多く聞き信じることである 字は保つということである、保つというのは、習い、学ぶ心を失わず、三万にならないことである、上階とは大乗、小乗のさまざまな戒律のことであり、五階、八階、十全階、小乗の具足階、三千の意義、六万の採用盆毛経に説かれる五十八階、大乗、一乗、混合崩壊、 三十上階大樹の愚足階など出家の者や在家の者が守る全ての戒律を言うそしてこれらを保つことを自というのであるこのようなさまざまな戒律を保っている立派な人々であっても困難他力の真実の信心を得て初めて真実の浄土に往生を遂げることができるのである 自らの力によってそれぞれが戒律を守ることで得る禅問それぞれの自力の信心や自力の禅問では真実の浄土には生まれることができないというのであると、ね、えこういう訳であります <coughs>、えーねえー、この保つのところなんか、ね、これとてもありがたいところですね、えー 保つというのは習い学ぶ心を失わず三万にならないことであると言ってねなんかこうんかとても素晴らしいですね、えー、さてそれはともかくとしてとてもありがたい言葉やなと思いましたけどこれからこの親鸞聖人の尺のところを「有心証文意耕読」というご本です安藤浩二和上という方が 暗号の復興を務めになりました時に表されましたあ5本をお、えー、読ませてもらって学ばしていただこうと思います、えー。先の2句は1句のうちに対象される2つの項目が存在しましたと、ね。1句いうのは 7, 行 7, あごめん、ね、7字、七字ね漢字七文字で構成されていてこれが1句ね。でこれが1つの意味の塊なんだけど。 えー、府県、えー、ビング小府樹ということがこれ1、えー、つの一行の中にビングと復帰ということで対立概念になって、えー、そして、えーげえー、下智と功罪という形でまた一行の中に知恵が浅いものと、えー、こう知恵が不恵。おえー 離婚のものと、えー、というような形で一行の中に対比されるものがあったんだけれども、えー、この「府県、えー、多文寺上階」これが第3句目ですね、えーまあ、省略されてるよねね、えー、そして、えー、次回を読ませていただきます「府県破壊在婚人」いうとこやからこれ戒律を保つものと戒律を破るもんいうことやから 1>, 1行と1行第四句と第四句が対立概念になってますよねっていうことですね。で、えー、今日はその中の「えー、府県多聞寺上界のところを学ぶわけですけど、えー、多聞というのは、えー、これ えー「商業を広く多く危機信ずるなり」という釈義が示されていますと、えー、これ「多聞」というのはねまあ言ったら「多聞天」といってね四、えー、天王というの中に「多聞天」多く聞く天裕でね「多聞天」と言って、えー、いたりだから人名の中でも「多聞天言っ」言うて出てこういうお名前をしていますねここにあらら「多聞」さんね、えーまあ、例えばミッドウェイ、えー、海戦の時の 第二航空艦隊の、えー、長官でありました山口多門少将でねあの大変奮戦されましたですね、えー、そういう方他にも何たら多門くんちゃら多門いう人いはると思いますよく人名で出てきますし四天王の多門天の多門なんやけどこれは親鸞聖人は「商業を広く多く聞き信ずるなり」 えねえー、お商業を広く多く聞き信ずるなりと言ってねありがたい尺義がございますで、えー、次、えー、多,文多文字上階の字という字他持ついう字やけどまあこれ四天王やったら時刻天というね、えー、そういう方がやっぱりこれ四天王の中の時刻天の字いう字でこれは普通やったら持つやけども だけども「たもつ」とも読めますから「たもつ」と読んでも普通の読みの中にありますが、ね「た、え、も、ー、つ」言うても「もつ」言うても読むことができますがここでは「たもつ」という読みですよとそしてその「たもつ」ということは何かというと「えー習,いなえー、習い学ぶ心を失わず散らさ,散らさぬなり」とね 保つということは習い学ぶ心を失わず散らさる、散らさぬなりと示されますからと今度「上界を保つ」ということでつまりこの「保つ友人は」いう字は基本習い学ぶ心を失わず散らさぬなりと押さえたあとでそして、えー「上界というここに書かれて、ね、本当は「自上界やから。 <laughs> えー、戒律を保ついうことでまあ OK だやけど、えー、戒律を保つから保ついうことやということやけども、えー、しかし、えー、ここはやっぱ保ついう言葉大事やないうことで習い,暇、えー、習い学ぶ心を失わず散らさぬなり言って、えー、こう示されてそれから戒律の話に移っていきますと。 「上階清らかな会について「宗祖の列挙に従いその名目を次に示すことにする」ってねで、えー「和上も全部はこれでこうです」言うて書いてあるわけじゃないんですけども、えー、しかしこの最初の「誤階」とかはやっぱりよく知られているところですね読んでいきますまず「誤階」とは在家信者の守るべき五種の会であり一番不「不摂政会 生き物を殺さない。に、不中等、貝盗みをしない。三、不邪院会、横島な交わりをしない。四、不毛誤会、嘘を言わない。五、不恩受会、酒を飲まない。と。これが5つですよということですね。で、えー、次に8、八戒というのは、八戒祭、あるいは八祭会とも言いますけれども、えー、これは何かというたらね、えー 今申し上げましたあこのえーえー、っとですね5回プラス、えー、あと8やから3つ加わるわけねそれから「歳」というのは、えー、これは「歳回」ということあるいは解「開、え、歳、ーまあえーまあ」例えば解「歳回」と言うたきはこれ、まあ、言ったら食べる時の、ね、食べるものに関わる「会、えー」解ということで、えー、そしたら 8プラス食べるもののことが関わってきますんでこれで全部で8プラス1やから9内容としては9ということになりますねで、えー、そしてその9の <laughs> 実際上は9の、えー、ことが書いてあって8回祭あるいは8祭回と言うて略して左右字が抜けて8回とも言うわけだけど内容としては9だよと9つですよと。 でその9つのことを在家の信者が1日1夜の期限を限って24時間と言ったらいいかなまあざっくりで言ったら24時間期限を1の期限を限って出家者と同様に心身の行動行為動作を慎むものでありますとでまず、えー、こう最初の誤解ということですからこれをもう一回読みますと不摂生会 えー、不中等会そ、えー、して不冤院会不毛吾会不恩寿会とこれで五5つですね、えー、要は、えー、生き物を殺さない盗みをしない横島のじわりをしないで嘘を言わない酒を飲まないでこれ5つねでほいからですね、えー、あとプラス3の方は、えー、不幸湯頭心会ということで 体に香油を塗ったりして化粧をしないということやから、まあ、まあ香水や化粧を、えー、香水塗ったり化粧したりしないというのが、不香油図深海ということですね。まあ、着飾らないというかね、過敏なことをしないということですよね。でするに7番、えー、不下部間超、えー、海と。 深部官庁会いうことで、これは歌を歌ったり、舞を舞ったりしない、また、それを見ても一けないということだから、自分でカラオケ行ったら行きませんよと。だから、えー、こう踊りをしてもいけませんし、そして、それを人の歌聞いても、人の踊り見ても飽きませんということです。で次、8番、えー、不幸・広大紹介と。 高くゆっくりしたベッドに寝ないということやから、でもまあなんかその辺で、えー、こう、えー、寝るということですね。えー、大体、うん、そうだよね。まあまあ、そういうことですわ。あまり立派な布団で寝ないと。で、から、えー、最後、プラス一夜でって言いましたけど、これが、不肘直かいと。 いうことで昼以降何も食べないということやからねこれはほんま出家者と同じようにするいうことやから、えー、の出家者と同じような食事いうことで昼以後何も食べないということを加えて内容としては「9」ですよと。でえーえー、っとですねそ,そういうことではあるけれどもまあ、えー、諸説ありますと。 他に、えー、他の考え方もありますよ、いうことやから、詳しく調べたい人はいろいろ調べてみてください。で、次に従前回です。従前は、えー、これ、心、苦、意 <coughs>。体 <coughs> からこ言葉遣い、そして心で思うこと。えー、この3号の中で特に顕著な良い行いのことです。と。 良い行いって何か言うと言ったら、えー「重悪を行わないということを解とするものである自らの戒めとするということですと」とで「真 <laughs>、えー、悔いて言いましたけど、えー、これは10を「重、えー」をやっぱり真いで分けてますね1番「不摂生会2」「不中等会3」不会「不邪院会4」「不毛悟杯」ということになりますけれども この不摂取を殺さない、えー、不中とを盗まない、えー、不邪、まあ、まあ不倫栓ということですよね。私なんかはもう持てないんで、そんなことはしたくてもできない。まあ、したくてもできない。あしたくてもできないようなあかんのやつさ。そんなふうに心でも持たなあかんわけですからね。だから、解消があるかないかいうことは関係ないわけです。あ、まあんなこと言ってたらいいかな。<laughs> ごめんなさいね。飲むが解消かどうかはちょっとわかりませんけれども。だけど、この3つは、 これ信号ですよね、えー、体で行うことやから <laughs>、えー、不摂生不中等、不邪因はこれ信号にあたります。で続きまして不毛語悔、不良絶悔、えー、不悪会、不規語会がこれは口で行うかあの戒めということになります。自らそんなことをしませんよと, <laughs> ということですね。で不毛後というのはこま言ったら嘘なんやけど。 えー、その不毛がもう開いたものという考え方はできますかね、みだりな言葉を用いないということやからねで、開いたものでもあるんだろうけど、5番目が、えー、不良絶とというこですね二枚字ということです、ね、二枚うてね、私の,ねあの知り合いで、めちゃくちゃある夫婦なんかも、それ、とてつもない、ちょっと考えられないぐらいあの舌を何枚も何枚も持ってるんですわ。 <coughs> ようこんだけ舌持ってるねというぐらいにねえこう嘘ばっかりつくんでさちょっとびっくあの才能言うかねそれまた夫婦でその才能を持ち合わせてるのはすごいとこなんだけどまあそうしたらあの両舌でたらへんやんけって不両舌界じゃなくてえもっともっとたくあの両じゃないぐらい不多舌界みたいに <laughs> なるんちゃいますかいうことになるんですけど。 普通に考えたらそういうことになるんですけど、両絶にはそういう意味ではなくって、えーこう、例えばですね、太郎さんとか言って、太郎さんとか言って太、太郎さん知ってます二郎さんがね、太郎さんのこと、こんなこと,こなこなこと言ってます、えー、ってねで、嘘つくんですよで、今度、えー、次はですね、二郎さんとか言ってね、二郎さんとか言って,、ね二のってあの、二郎さん知ってますか太郎さんね、あ,のあなたのことがね、ああの えー、太郎さんがね二郎さんのことがねほにゃららほにゃららほにゃららららられてねそのもうめちゃくちゃボロクソに言うてますせってねほんまなんか、えー、ひでえこと言うてるんですそれで「ほんまかー」ってね両方ともね、えー、なったらジャッカルがされてねなんかねあの劇見たことはありますけどね、えー、ライオンと、えー、トラとの仲たいをさせようとしたジャッカルの話なんかあの劇で見たことはあるんですけども。 まあそんな風にしてですね両絶というのはたくさんただ嘘ばかりつく人間やったら、えー、不多絶会になるはずなんですけど不両絶会というのはこれはその今言いましたようなことで、えー、人と人とを仲悪くさせるようなあそういうような形で、えー、嘘をつくことをこれ不両絶会と申します。で6番不 くかいということで、これは悪口言うということですよね。えー、だからこれは、ま、単品で悪口言うということですね。で、次に7番、吹き子かい。これは飾り立てた言葉で藤岡さんびらしですね。イケメンですね。これ間違いなく吹き子ですよね。<laughs> で、あの、美人じゃない人に美人や言うてみたいね。えー、から、ま、そうやっておべっかを使うということが、ま、あるわけだけれども。 まあ信頼承人の場合でしたら和歌を読むということが和歌というのは季語である飾り立てた言葉であるということでまあまあ確かに和歌の中にも今の短歌と言われるもんにそこまであるもんがあるかどうか分かんないけど昔の技巧を凝らしたくったような和歌とか見とったらまあ確かに飾り立てた言葉なんかなというようなことを思いますんで,で信内上人のおっしゃることが今の例えば佐々木幸面さんの短歌の中に そんなな、ものが出てくるかなってちょっとそれ不季語季語かなって思うけどちょっと季語よりはねとはちょっと思えないけどそれあくまでも、ね、昔の、えー、短歌の話から言ったら確かに季語かなっていうようなところもありますかね。でその次がですね、えー、こ,ここまでが言葉の戒、えー、めやからこれもちろん。 えー、真空の中では苦合になりますよね、えー、そしてここから次が意、えー、こ心の中で思う「えー、不貪欲かい」ということですからでこれさっきちょろちょろっと言いましたけどこれ欲望むさぼらないということでこれむさぼりの中であのまあ金の話も入るんかもしれんけどまあ女性ですまあ男性の場合は女性とかやからさっきのあんなこと思ってるだけでもやっぱこれ。 開きま変でここに入ってくるわけですね。です。えー、不頓益かいつい九番不心にか腹立つなーってね、えー、こう像をかきたてるようなことはしないと。でつい十番不じゃ不邪見かいということで、まあこれはまあ邪見言うてもお狭い意味の邪見というよりかはさまざまな意味での間違った見解をまあ離れるということですよね。で、えー、これ。えー 貪欲負心理負邪というのはこれ心の方の異合の戒めということになっていきますね。この辺なんかも非常に有名な誤解。まあ、誤解はね、とっても有名。8回ある程度有名。10前回もある程度有名かなと思います。ねえー、そして、えー、症状の具足解とは。 ビクの250回とビク二の350回を言います。で三千の意義というのはビクの250回を行獣座座の「四意義に配列し250回あるのをこれもう行く姿歩いてる姿十とどまる姿「座」というのは座っているその時そして「が」 こう横になっている時のつ4つの行動様式に配列しますそうすると250の回かける、えー、こう歩いてる時それ、えー、からとどまっている時それから座っている時それから合しているつまり寝ている横になっている時やから4つあって250かける4やから1000と、ねえー、1000ですね。 でそれを過去現在未来、えー、というふうに3000にわたって繰り返すから 250×4×3000 過去現在未来やから 1000×3250×4 で1000でこれを過去未来現在で、えー、3つにかけて3000で3000の意味でありますで6万の再行というのは6万の、えー、細い行細かな行 のことと言われる6万の歳右字はこれ最上、えーあのー、にお供もされる方はいてね、えー、これ仮想上のこと歳最上を言ったりしますがその歳の字なんですけれども6万の歳行というのは6万の歳行細い行細かな行ということを言われ、えー、また三千の意義とともに言われているところの8万の細かい行歳行のことを かとも言われるが詳しいことは分からないということやから、まあ、この左右字はお時のとき右字の食事のときの左右字がこれはまあ要は細い右字で左右字やから細かな規定えー、ええー、細かい規定として8万のえ業細えい規定ということが6万とえええにここでは 8万が6万になってるんじゃないのかなというようなことが、えー、書いてある本もあるけれども詳しいことは分かりませんとで続きまして「盆毛の58回」とは盆毛経に説かれる十十「十十近回と、えー「十十五回かな四十八境海とを合わせたもので大乗階とされる大乗階の典型的なやつね でそして「大乗一心混合法会とは盆謀教に説かれるもので「本無の一心」「本無の一心」「本無つまり今「あの音つい」とですね新しい両面文やそれに関わる話を動画で撮らせてもらいましたけれどもまあ言うたら「本無いうのは本学が愚してるてこという <laughs> まあ えー、本来悟りというものを自分が愚してるんだ持ってるんだもともと備わってるもんなんだってね本愚の一心一心心愚を甲、えー、の体とするということやから、えー、まあ言うたら、えー、こう,うひとたび売れば長く失うことがない、えー、一徳用不失ひとたび 売,る売れば長く失せざるので混合、えー、買いひとたび、えー、売れば長く失わないこれが混合いうことね、えー、ダイヤモンドの硬さ絶対に混合不えの心身とかいう時でこれは物事は変わりませんよということですで、えー、本具の一心というのはまあ簡単に分かりすぎ言っちゃうと例えば自転車に乗るっていうことがありますねそれは 何がしかの病気にかかったらまた別やし脳梗塞とかになられたらもちろんそうではないし年がか,かったらそうでもなくなるんやけど基本基本であの、まあえー、自転車に乗るっていうことはですね自転車に乗れるようになったら、まあ、体に不調をきたさない限りは自転車に乗れるわけですでえそう思ったらなぜ自転車に乗れるんでしょうね言ってたらもともと自転車に乗れる性質が備わってるからですよね 私も最近あまり自転車乗らないんですけど自転車まあ乗れはた乗れるわけですで久々に乗るからって乗れないわけじゃないんでそしたらそれは自転車に乗るという性質が私に備わってるからですよねだけどあれ確かね小学校1年生ぐらいの時に自転車乗れるようになったんですけども兄貴にだいぶ手伝ってもろって後ろ押してもろってで少しずつ乗れるようになったんですけども最初はやっぱ乗れませんでしたでどんくせいって なかなか乗れなかったですけどまあなんとか兄貴に支えられて兄貴の指導のもとは自転車に乗れるようになったわけです。ってことはこれは先ほどちょっと言いましたけど僕に自転車に乗る性質が備わってるっていうことですよね。これはまず本格思想というのかなそういうものと一緒でこの私の中にその悟りにえーね、えー これを本学になぞらえて言ったらもともと悟る性質を持ってるんやけどそれに気づいてなくてそれに悟りの性質を輝かせてないから悟ってないんですよということでだけど本来は仏さんの性質を持ってるんですよって考えるわけですね。でそういういことで 盆毛教に説かれる本具のもともと備わっている一心心与の悟る心を、えー、これ解の本体とするんで一回そうやって真理に目覚めたらばもうそんなアホみたいなことする気にならないよね嘘ついたりする気にならないよねってそれでひとたび売れば長く,失,わく失うことがないので今後解とね。 そんなあこう戒律破るような気にはならなくなっちゃうよね、えー、そういう信仰にね、まあ、権限していくんやから、えー、そういう戒律守る気、えーね、守る気ばっちりで、まあ、破る気なくなっちゃうよねっていうので「金剛会」というと。で次に三叔上会というのは小立議会小前方会小主上会の三つの上会の総称であると。 で大乗の愚足解とは愚足解は本来症状の相二相の持つ解の、えー、ことでありまた三、えー、がに入るための条件となるのであるがこれを大乗に当てたものであろうかということですねで、えー、この中三十乗会のところなんかは、まあまり詳しい説明があ、えー、和上は書かれていませんのでまたフェイスブックと ユーチューブと両方にこの三十条会についてのところを調べて貼っときますのでまた読んどいてください。で、えー、さてここで解に関わる説明をしてもらったんででここから最後のところですね。えー、まあ現代語訳で言いましたら。 えこれらを保つことを「字というのであるこのようなさまざまな戒律を保っている立派な人々であっても、えー、本願他力の真実の信心を得て初めて真実の浄土に往生を遂げ,る遂げることができるのである自らの力によって それぞれの戒律を守ることで得る全言それぞれの自力の信心や自力の禅言では真実の浄土に生まれることができないというのであるというねここの部分のご指南を、ね、ここから、ね、書いてくださっていますこれを読んでいきます今下樹の当面では「府県多文寺上海」なのだから これらの懐を保つ人も浄土に往生すると言われているということですね。もともとの自民三蔵の、えー、こう文章をやったらですね、思い自,自民三蔵がどうおっしちゃってるかというと、えー、この、えー、多聞し、そして、えー、上界を保っている人は、 人も浄土に往生することがするんですよと言われているこれが自民三蔵が基本おっしゃっていることですだけど宗祖は文,文明年賀を「他力の信心」の意味で取り切りますからこのようにさまざまな戒律を持つ意味じき人立派な人であっても「他力の信心を得なければ往生できない」ね。ね えー、自民三蔵の門やったらこれらの戒を保つ人も浄土に往生すると言われてるんやけどもいやいやそうじゃないよと親鸞承人はそうじゃないよと文明年がつまり他力の信心を頂い,いてるかどうかが大事なんで,で戒律を保つ人であっても他力の信心を得なければ往生できない。 自力の信心や自力の全言では生まれることはできないと言われるのであるつまり文明念がすなわち他力の信心を得ることをもって不健と言われているということであると、えー、他力の信心を得ているかどうかが重要であるしかしその解、えー、を保つ人も他,他力の信心を得ていれば往生できますよということですで まあ、そこに、えー、この自民参道の御門とそれから親鸞上人の尺のところで大きな違いがありますよということなんですね。でそこでですね、えー、明日破壊の話になっていくんやけどまあそれはまたそれとして私ここで、えー、申し上げておきたいのはあのね書いたもっとってもあの往生できるということで。で あの普通は仏教の考え方で言いますとあのこう良いことしたら良い家宝を引いちゃうということが私たちの中にやっぱりありますね。でここでは「戒という話やけども戒を保つあるいは「 えーまあ、例えば誤解を保ったら人間に生まれられるよっていう考え方があるわけです。だから僕なんかろくなことしてないと思うんだけど、なぜか知らんけど人間に生まれてるってことは、とりあえず誤解、あの前世において誤解保ってたんでしょうねってことですね。そうかなと思うんですけどね。で、そうするとですね、誤、ね、解保ったら、なんかあのそれを、例えば誤解保ったらまた人間に生まれちゃうわけです。基本ね。 誤解保ったらその前あの家宝によって人間に生まれちゃうわけです。で人間に生まれたら結構ですやんてなもんですけどもそうじゃなくて人間に生まれるってことは結局はま,あ、また迷いの境外にとどまるっていうことです。で在籍、えー、者があのそうやって良い行為をしていったら人間かあるいは天の神々の世界に生まれるし でまあ、お釈迦さんも出,世出家してない普通の人なんやから、えー、やっぱ経済生活を営んでて,所有をして物,を物を所有してるわけやからその中で禅積んでいっても結局、まあ、天の神々の世界に生まれることはあっても仏さんあの悟りを開いたあらかに達することはできないっていうふうにお釈迦さんはおっしゃってるわけですね。でえー、そやけども今ここで えー、他力の真理に賜ったらどんな戒律保っとってもお浄土に生かしてもらうた仏さんにさせてもらえるっていうことは私たち浄土真宗では「悪人の救いや」っていうふうに思っててそのような文脈で聞きますしそのような文脈でお説教もされるわけですけれどもう、まあ、しかし世の中には何かええことしたいい人もいるわけですで戒律保ちたい人もいるわけです。 で戒律保った方が心地よいよねっていう考え方確かにありますんで、えー、スマラサーラ長老とか初期仏教の専門の人たちのー YouTube の動画見てくれたらわかるんですけれども戒律保っていた方が心地よいよねって生き方が楽だよねっていうようなことがこれはよくよく言われることです。ってことはですね、えー、浄土真宗のお念仏の行事は戒律保ちたくってもいいわけです。ね えそんな誤解などと言わんともっと詳しい戒律保って生きていってもバッチリそれでいいわけです普通やったらそこで天なの神々の世界に行くのがあー関の山なんやけれどもえ浄土うどのご案心いただいてはる信心いただいてはる人は何をやっ、ね、あのどんなすごい立派なことをしてもその立派なあーことをする会あのその家宝を引いて人,あの人,間人間や天の神々の世界で また迷いの世界をへめぐることなくお浄土に生まれさせていただけるわけやから安心して善業が積めることですわ、ね、このこと浄土真書の方まで聞いたことないかもしれませんけどしかしそういうことです今日の話の話やったらそういうことですあの安心して会を <laughs> 保っていけばいいわけですもうそれで迷いの世界に生まれんわけやからその他の善行をね安心して積むことができるわけです、ね 中にはボランティア活動とかすごい熱心にやらはる人もあると思いますけれどもそれは普通の仏教の考え方やったら迷いの世界にへめぐることになるそういう蚊を引いちゃうわけやけどもお念仏らえとるお念仏の行者はどんないいことをしても絶対人間の世界に生まれんとお浄土に生まれさせていただける安心して善を積むことができるというそういう蚊法も頂い,いてるっていうことです。 ね、それは真理の利益の一つであるわけです。あんまり語られていませんけどしかしそういうことになりますので、えー、今日のところなんかちょうどこの話をする、えー、のに適したご問でないかなと思いましたんで、えー、加えてお話をさせていただきました。今日はこれで終わります。